こんにちは。今回はエドマエルフ第6話に対する視聴者さんの反応を見たいと思います。それではどうぞ。エドマエルフの時間だ。英単語の勉強してる。ちょっと何言ってるかわからない。般若心経かと思った。神社なのに般若心経は草。遊んでばっかでも良いじゃないか。精霊くれたのは面白かったな。大人っぽいコートもカバンも似合いませんでした。予習復習してれば余裕やろ。コマちゃん天才タイプなのか。めちゃくちゃ邪魔で笑った。ネガティブな方向に向かってて草。エルダ様ゼルダやってそう。スタンドバイに。起動武士ゴンゲムキターハン。このエルフ超合金をたしなむのか。ギュイーンってどっかで聞いた効果音が。燃え上がる燃え上がる、よみがえるよみがえるってガンダムの歌詞じゃねえか。ゴンゲムとか燃え上がるとかスレスレだな。ついに愛想尽かされたのでは。ほんとエルダ様の SD 状態かわいい。思い当たる節しかない。レッドブルは1日1本実名出せるんだな。愛想尽かされるようなことをしてる自覚はあるんだな。まあだいぶこき使ってたからな。寄っていきませんか。近所のおばさんかい。スルーされた。テスト勉強って言ってないんだな。やっぱり愛想尽かされたんだ。思い当たる節が多すぎてどれが原因かわからんだ。家の敷地内でも警戒するのか。よその神社来た。よその神社に浮気、脳破壊。よその神社のお守りを持つのは浮気案件。誰よその神社。シリガルミコトかいうパワーワード。コイトさんがシリガル。あ、学業お守りないのか。よしそれじゃ遊ぼう。勉強するって言ってただろ。また調子乗り出したぞ。コイトのことだと割と外に出てくるエルダモンやな。あ、大きな鏡。ちゃんとカバーかけてある。いつの時代も勉強は大変。リスニングとフィーリングか。意味は分からなくてもニュアンスで分かることってあるよな。そういや寺子屋って江戸時代からだったな。子供とかに耳引っ張られたし。今日の江戸知識タイム。江戸時代の識字率は世界トップクラスだった。は、勉強しなきゃ。まだいたのかよ。エルダのかまってちゃん発動。めっちゃかまってちゃんじゃん。言い忘れたこと、追加情報があります。面倒くさい彼女ムーブするエルダ様かは。寺子屋の呼び名はいろいろあるのね。お、わ、り。それだけかい。オチはなかった。豆知識披露しただけじゃん。かまってちゃんと貸してる。かまちょエルフかわいい。勉強の邪魔しに来たんかい。ただかまってもらいたいだけなの草。20年前のおしゃれな雑誌。生まれる前だよ。流行は繰り返す。20年前でも21世紀なんだよな。じゃなくて勉強しないといけないんだよ。遊んでくれよコイトを。手本音でちゃんの可愛い。子供か、可愛いぞ。一人で遊んでてくれ。私ともっと遊びたいから勉強するってこと。いいように解釈しやがった。なんか重いぞ今回のエルダ。熱さましいときた。邪魔されてるのに怒らないコイトちゃん偉くない。テスト勉強中に片付けがはかどるやつ。ある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 すぎる。マジであるあるすぎるだろ。未だに昭和の電気掃除機。1時間でそんなに片付けれるのは大したもんよ。スマホ破壊しろ。エルダにスマホ預けないと。テスト勉強に集中できねえ。生き字引に頼むか。時間がどんどん過ぎてる。スパイラル字幕欲しい。コイトちゃん知恵熱出とるやん。やはり高耳神社にスマホは鬼門。エルダ様何のゲームやってんのかな。今ならゼルダか。え、かわいい。お互いノックとかしろよ。アホズラコイトチャンスコ。エルダとお勉強します。教科書と違いそう。テストにいらん情報も入ってくる。気まずい歴史しかねえじゃねえか。ヤン君とウィリアム君。過去をほじくり返される。あの時は大変だったよボット。フラッシュモブで草。大変だったことばっかりやん。集中戦多いな今回。寿司をおごってあげよう。おごってくれるの？エルダが？寿司？やべえぞ。お寿司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 。やる気大幅アップ。いい点取りませんように。しいたけめこいとちゃん来た。すごくいい点を取ったという。いい点取れたのか。いい点取って無事エルダの財布直撃したと。すっかり引きこもったエルフが外出してる。お車で出張とは、キッキーには試練だ。もっとメンタル強くしろ。621歳児。スカイツリーを出ろ。スカイツリーさんも協力的ですね。
アニメでスカイツリーがはっきり出るのは意外と珍しい。帰りはおかんが迎えに来る。だだこねる621歳児かわいい。近くに住んでて登るの初めてなのか。というか信じて入らせてくれるのか。スカイツリー協力してくれてるのか。クレープ5個食べて登らなかったのか。スカイツリーも聖地になっちまうな。おじいちゃんすごいコネあるな。マーフジさんはもっと高いからね。どうして人類はどんどん高い建物を建てるんだ。バカと煙は高いところに登りたがるんだ。すまない。うわースカイツリーまんまじゃん背景。ガクガクブルブル。テレビでバンジーしてるだけで気絶するほどの高所恐怖症か。空町にプラモ屋。オタクアワーだ。おう、オタク特有の早口。家康くんはあまり江戸城にいなかった。今年の大河ドラマを参照。富士山を見ると家康くんを思い出すんだよ。富士塚で山のすすめとつながった。家康くんのこと本当によく話すよね。富士山の名前の言われ。昔話の竹取の物語。古典であったな。不老不死の飛躍とかぐや姫ってつながりあったのか。エルダ、不死、それはエルダの。エルダはたまにこんな顔をして笑う。私はこの顔があまり好きではない。なんかエルダと被るような昔話だよな。手をつなごうエルダ。落ちるのがものともになるだけ。ここまでリアルなスカイツリーも珍しいな。こんなのもう虚しじゃん。この先神域、神域展開。あ、コエトちゃんはいけないんだ。一緒に行った。え、いいの？突破しちゃったよ。ええじゃないか。起きて破りじゃおら。もう少し一緒に行ってくれよ。フッチさん、エルダがもうあんな顔しませんように。何代もの巫女の死を見送ってきた顔だ。やっと家康くんに恋人を紹介できたな。紹介できてよかったね。毎日楽しく過ごせますように。登ってきたな。日が尊すぎるだろ。なんか類線めちゃくちゃやられちゃうわ。高いおもちゃを買っても怒りませんように。邪念が入ってきた。いい雰囲気だったのに台無しになっちゃった。いい話だと思ったのにそんな願いしやがって。家康くんも困惑してんだろ。クソ落ちで笑う。仲いいなお前ら。今日も東京に朝が来ました。超絶強力な協力、東京スカイツリー。もうここから先は一緒に行けないんだ。もう少し一緒にいてくれよ。折り返しにふさわしい良い話でした。困難泣くわ。ちょいちょい悲しくさせるのやめてくれ。江戸前泣き不可避じゃん。毎回映画を見てるかのような密度の濃さ。エルダが見送ってきた幾人もの人、それを憂いたようなエルダの笑顔、それを好きじゃない恋と、なかなかにエモいな。最後まで一緒に歩けないって恋との独白をぶっ壊すエルダの行動。ベタだけど最高の絵面だった。尊い。神と巫女、不老不死と短命、どうあっても分け隔てられる命への小さな抵抗。軽め重めはあれど毎週切ない場面に入れてくるのずるい。ほのぼのしてるけど、種族違いの寿命の違いをはらんでるからこその切なさがあるんだよな。エルダはコイトちゃんがいなくなった世界だと辛い顔するのはそういうことなんだよ。何人も見込み取ってるんやろエルダ。コイトで何人目やろうな。みんなに同じこと言ってきたんやろな。とんだ尻がる神様だぜ。何人にも言うけど、それが叶わないと知りながら言ってるんだと思ったらこんなに悲しいことはないだろう。真面目に考え始めると悲しくてやってられないから、ダメ人間ムーブしまくってるんやろナエルだ。期待しすぎると悲しいから最初から期待しないようになるしに。でも愛想つかされるのは嫌で、かまってちゃんなのは基本寂しがり嫌なんだろうな。ほぼ不老不死のエルフなのに数日会えなくて鬱になるの大変だな。エンディングの歌詞が今回の内容とほんまかしシンクロしてんな。最後に今回を思い出すんやろな。人見知りの上に高所恐怖症かよ。プラモネタに現実逃避するエルダ様には笑ったな。スカイツリーの大魔かな。いい話だったけど最後のお願い合戦に笑ったわ。スカイツリーは原作通りだけど完全協力って感じだったな。誰もいないスカイツリーの雰囲気に引き込まれた。程よく浄化されたような気分だわ。ビーパーとの静かで少しおごそかな空気感良すぎてちょっと感動したわ。ちょっくら聖地巡礼行ってくる。時は千人だが一回もスカイツリー行ったことないや。都内に住んでようが行かなきゃ行かないよな。どうせ混んでんじゃんってのがどうしても頭もたげちゃう。いくら深夜早朝とはいえスカイツリー貸し切るってじいちゃんがお聞きすぎだろ。信じっていつも二人だけなんだな。じいちゃんは来ないのか。いつも名前だけ出てくる小糸のじいさん。
最後まで出番ないんだろうか。誰にでも股を開く高耳神社の尻軽巫女こと小金井恋と、恋とちゃん他の神社に浮気する尻軽巫女だったんだね。けしからん、けしからん。すぐに脱線しちゃうのにお寿司に簡単に釣られちゃう恋とちゃんちょろいな。恋とちゃんは勉強ができ、お寿司に目覚めた食いしん坊がある恋とちゃん面白かわいい。恋とちゃんは頭悪いから勉強できないというより集中力の問題だったか。歴史の勉強。人間にとっては歴史上の出来事でもエルダにとっちゃ実体験だもんな。そりゃ綺麗事ばかりじゃないよ。アカネちゃんナチュラルにセンチュリー乗りなん。下町の長く続いてる医者の家系が自家用車センチュリーならまたも高等な裏設定に合わせやな。ゴニアレはレンタカーとの電球あり。こっちの世界のお台場には実物大ゴンゲム、横浜には動くゴンゲムが立ってたりするんかな。結局東京タワーへの言及はアニメでなかったな。何か忖度はあったのかな。これの中コマアニメだと動きがついて面白くなったな。こっちで見てもゴンゲムが笑える。A パートでこれをやらなかったな。これは結構大草原なネタだと思ったんだけどバンナムに忖度したのかな。ガノタでしかわからんようなネタはカットでいい。今回の主題歌歌詞くらいで十分。エルダ様が午前4時に寝るので放送時間もそれに合わせてると言われてるの本当に笑う。ショーイトちゃん落ちちゃうな。エルダとのガチ恋にユリの波動に目覚めてるな。もうとっくに落ちてますが。今週も累戦崩壊、めちゃくちゃ尊くてエモいお話でした。もうマジでこういう寿命の違いのお話に弱いんだ。どこか儚げな笑顔をするエルダの顔があんまり好きじゃないと思う。コイトちゃんにわかるわと思いながら、それを砕くかのように神域にノータイムで一緒に行こうというエルダ。この一連の下りにほんと泣きました。こういう直接的に一切書かないで場面場面の表情や演出だけで我々視聴者の想像で切なくさせるのは本当にうまいと思います。今回はスカイツリーも全面協力してて、これは聖地巡礼がはかどりますね。スカイツリーをこんなに事細かに描くアニメもなかなかないですよね。私は一回行ったことあるのですが、ほんとママすぎてここまで再現できてるのもすごいなぁと感動しました。深夜のスカイツリーとか絶対面白そうじゃん。何回イベントで開催しそう。しかし何代もの巫女との別れがあったにしてはめちゃくちゃかまってちゃんだよな、エルダって。それだけ巫女と関われば余計別れの時に切なくなると思うんだが、割と切り替え早い方なのか。お寿司のために頑張る厳禁な恋とちゃんが可愛かったです。このお寿司おごりは後に話としてあるのでお楽しみに。以上、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらぜひチャンネル登録お願いします。次の動画でもよろしくお願いします。